おはようございます。おはようございます。今回はですね、はい、西日本で、このソステイヤのゲームをやろうということで、うん、秋丸さん、今日ここは今日は福岡、ね、そうですね、玄界灘の、うん、はい、福岡寄りですね、おろの島っていうところの沖に来てます。はい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 、はい、まあ、今回新しい誘導タイプの、ね、はい、待望のソステイヤ出てますので、まあ、タックルも新しいニュータックル出てますので、 これでガシガシと、はい、ねえ、まだノッコミがちょっとまだ早いんですけど、今日タイミング的には、うん、もう釣れてもおかしくないので、うん、出るとでかいよ、でかいですねっていうのでちょっとドラグとかも調整しながら気をつけてやりたいなとでかいの狙いたいですね。そうですね、あとね、はい、この辺だからやっぱネギョ、あ、そうですね、系も非常に豊富だと思うので、うん、その辺も織り交ぜながら、いろいろ多彩に甲賀の、誘導天野のプラス、はい、プラスでサクサスということで、うん、この新しい天野を使って、はい、本当に大台を、そうですね、仕留めたいと思います。せっかく春なんで狙いましょう。よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。イエーイ。あ、でもタイじゃないかな。なんかえ？タイではないです。30センチぐらい。そうですね、なんか美味しそうな魚ですね。タイか。いや、アヤメカサゴですね。深夜のゲスト、アヤメカサゴちゃんです。ちょっとタイの活性がまだ低そうなんで、ボトムの方狙ってたらやっぱり来ちゃいました。お、それは？あ、違う。ネギ、ネギをヒットよいしょ。誘導やからなんかあんもポンポンってかかってもうたみたいな、めっちゃドヤ顔。違う、おにっこでした。やばいな、これカサゴ五目になり要素やね。カブラの方に使って、どっちかというと深いんで、カブラもこっち向きとこっち向きと両方突っ込めるんですけど、ちょっと先がとんがった、ちょっとでも重たいんで、天野が抵抗が少しでも少ないようにとんがった方を前にしたカブラの方法で使ってます。来た。カサゴ。カサゴ。同じく同じく。何匹目？二人で三匹目。で、宮田さんは？なんかヒットしたよ。そっち？ちょっと首振ってるけど。本当ですか？多分ネギョです。あー、すごい。しかもアコウ一匹。すごい、アコウやん。すごいね、さすがやね。しかもサイズがいい。さすが沖ノ島。じゃあですね、まず誘導天野の、セッティングの方法をまずご紹介したいと思います。まあ、誘導天野ということで、ある程度どこまでも誘導しすぎないように上でストッパーをつけてあげれば、
まあ、若干でも絡みが少なくなりますので、これダイワのハードシンカーロックっていうことで浮き止めゴムですね。これをまずは、リーダーの最初にこの間の中に通してこき上げてやる。でこれ結構保持力強いので、これ実は穴が4個開いてて、この2個を使うとカブラ型で、この2個の穴を使うと天矢型、底が平らになっている天矢ということで、一つのヘッドで2種類の天矢とカブラ両方使えるんですけども、まあ、今水深が結構深いのでカブラ型の状況で使ってみたいと思います。まあ、この誘導の長さは、まあ後で調整するにしても、ストッパーをつけて弾を通す、針をつけますけれども、パッケージ開けた状態ではこんな形で緑色のナイロンの糸にケーブラのビーズがついてます。でこの緑色のこの糸は付属品なので、これ外してあげてケーブラビーズを通して、このように通してあげて、このサルカンの部分に糸を結びます。こうですね、これで完成ですね。上がストッパー、これ自分まあ大体20センチぐらいをイメージしてますけども、まあ状況によっては、まあ、当然この浮き止めゴムの位置を変えることで誘導幅は変えれます。こんな感じで、セットしてみてください。今回の誘導の点矢なんですけど、こんな形で平らばケースにちょうどぴったりと、まあ、誘導の平らばと同じなんですけどね、こんな形で号数別に、あとまあリグはここにサッと入れておいて、こんな形で分けてます。あと今ちょっと今15号の点矢使ってるんですけど、ちょっと潮のよれがあるみたいで15号でも底取りしにくいんですね。でまあ固定式の点矢でもそうだったんですけども、ダイワの対点矢の特徴でありますプラスシンカーが、もちろんこの誘導タイプにもちゃんとここに穴が開いてまして、ここにネジネジすることで装着できるようになってます。ですから15号足す 1.5 号の 16.5 号ということで、まあ状況によって、まあ、水深が変わったり、まあ、潮の今回みたいに今みたいに潮の流れが変わってちょっと微調整したいなっていう時に、点矢を重さを変えることなくちょっと足せる非常に便利なプラス、もちろん誘導タイプにもそうです。じゃあちょっとそれでやってみたいと思います。明らかに、1.5 足すと落ちるのも早いし底取りも完璧に楽になりますね。はい、リグ関係もリグ、この、はい、要するに、仕掛け、はい、張り回りあたりも結構バリエーションが今回出しました。はい、針のサイズというか形が違うのもありますね。針のサイズというよりは、まあ、ノーマルパターンに加えて、はい、天矢針、天矢針これです ね、あの、はい、従来のこの天矢の親針、親針、はい、まあ、これはエビが大きい時、はい、結構関東の場合は冷凍のエビ大きいこと多いですね。 あと大台を狙う時、そういう時にこっち使った方が固定しやすい、うん、やっぱりより軸が長い方がエビの固定力が、はい、あるじゃないですか。なるほど。そういうので、まあ、天矢タイプの従来の天矢針、はい、これフロロカーボンのバージョン、はい、これどう使い分けたらいいんですか。これ結構、はい、まあ、針糸自体にフロロだから針があるから、はい、比較的絡みにくいづらい。ただ噛まれた時はこっちの方が強いんですよね。そう、強い強い、うんうんうん、ただ逆に、はい、食いが渋い時で糸見られちゃう、あーなるほど、時ってこのフロロがいい時が、あそうです、ね、結構ある。あともう一個、はい、値段的にも若干リーズナブルですごくバンバン針なまったらどんどん変えていくにも非常に
あのリーズナブルなところも魅力的なフローのタイプ。ノーマルのリグに対して1メートルって4センチぐらい余分にこの四角ゲートがついてて、結構平らもそうかもしれないけど、はい、弾被るもんね。噛みますね、きつい時は特に。リーダーごと切れちゃう時がそうあります。結構あるんですよね、はい、だからその辺も含めて弾食われてもここが保護になってるみたいなところがあったり、はい、そうこの石垣とかある分ちょっとリーダーに絡みにくいメリットもあります、はい、よしよし、そこついたな、そこついたよ。お、全然まっすぐそこ出しといてますね。ちょっとカーブホール気味に糸が斜めになっているので持ち上げて、あまり下げないで、てんやの重りだけで、重みだけでスーッとホールさせてるイメージ。そこから今ついた、ついてたらもう一回持ち上げて、目いっぱい上まで持ち上げて、振り下げて、エビがゆらゆら落ちてくるのをイメージしながら演出してやるようなイメージで、ドン、今ついた。若干誘導テンヤの場合こうエビが回りやすくなるのでリーダー拾いやすくなるんですね。だからちょっとたまにこうサミングを入れてあげながら落としてやるとリーダーに針が巻きつくのを防ぐことができます。特になんかこの誘導、はい、誘導タイプは本当にこう吸い込みがいいから比較的ちゃんとそこ取れて、ね、はい、ゆっくり持ち上げてわーっとその重みを感じながら落としてあげれば、はい、もうゴチゴチゴチもうギュッと持っていっちゃう時もそうです、ね、あったりして、意外に釣果はやっぱりなんだかんだの釣れるというキーワードで言うと、うん、釣りやすさも状況によるけど、はい、比較的イージーに簡単にそうです、ね、お手軽に釣れるかなっていう気がしますよね、うん、今秋丸ちゃん使ってるロットは、タックルは AGS、うん、エアエア MH238 です、ね、238なんだね、はいはい、あ、メノワさん一緒じゃないですか。僕ね、違うんですね、一番お高いあのあ、ね、EX っていうモデルが、まあ、どっちも新製品なんだけど、はい、でもあれですね、私ほら最近あんまり転用してなかったじゃないですか、うんうん、久しぶりにこう最新のタックルを使うと全然違うでしょ。違う、あの負担がないですね。そう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 、特にこんな深場の場所だと転用も重くなっちゃうので、そう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 、結構釣り終わった後腕パンパンの時あるんですけど、いやこれでちょっと大台仕留めて、うん、パワーをギュッと確かめたいですねじゃああとは宮沢さんが大台をかけて、はい、それを証明できれば OK ということですね。いや秋丸さんかけてくれてもいいよただいつもの展開からすると大体こうやられるパターンなんですね。いやいやいや、やられっぱなしですよ私の方が。いや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 、コツコツしてますねコツコツしてるけど何？玉頭やん、玉頭やっぱ誘導は楽やな、かかっちゃうもんな。お、増えおお、うん、いや笛吹きっぽいですね。おでかい、うわはぁとかして、もういっぱい釣った。違う、魚がいいな。よしけど両型でかいなんか変な引きするな。ヒラメ、ヒラメ、何こっち、こっち、あれタモいります。
ワニモちゃん。おすごい。というか本命以外はかなりいろんな種類釣れてんねんけど、うわ持ちたくないな。ワニモちゃんゲット。私もなんか来た。なんか何かしら釣れるけどまだ以外は。おお、まあ、いいやこうや。まあまあいいやこう。大きい。ナイスミッピー。これは大きい。やったー。高級魚。めっちゃ嬉しい。天野はこうやってね、いっぱいいっぱい美味しいお魚が釣れるのが魅力的ですよね。まあ嬉しい。お、ヒット。うん。来ました。お。いやでも話題じゃないです。引いて引いて引いて。おお。おお。いや増やしかもしれん。おお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 。ちょっとみんなに期待させといて。何に変われよって言ってるの。店長だから違うって言ってるようなもんじゃないですか。もう一回。おお。やったやった。おお。いやー花台だけど。花台。タイに近づいた。また近づいたね。また近づいた。はい、偽物のマダイです。よし。よし。よし。まだまだいける。まだ。はーい。まだ。よっしゃー。でっかい。でっかい。めちゃくちゃでかい。すげえ。うわでっか。前笑ってください。うわ。これはすごい。みんなやっぱりミッピーとタイ釣り来るとは釣れんな。私？釣りかんな。あんま当たらんもんな。1時間以上当たるよな。ちょっと10時重すぎるんで6から。6にちょっとプラス進化足してちょっとゆらゆらと行って行ってよ行ってよ。はい。もう俺は釣れる気せんから。えんとだけど出たー。レンコとしてはでかいな。レンコちゃんでかレンコ。今あのボトムでマダイが食うことが多いみたいなんで、あんまり動かしたくないけどアピールはしたいということで、ちょっとタイラバ要素的なものをヒラヒラスカートを今入れてます。これでちょっと止めててもまあアピールはしてくれるのかなと。ね、はい。プラシンカーつけた途端に切ってんだね。ついて1投目でしたね。バッチリ。おー、来たんじゃないですか。レインコあ、なんだこれ。お、マダイじゃないですか。タイヤ。おお、タイ。おお、やったやった。うわ、あ、抜けた。おっしゃ。やった。やった。たどり着いた。やっときましたね。とりあえず限界の小ぶりですけど、タイゲットということで。よかった。おっしゃ。はい、おいで。大根。そろそろおいで。ラストチャンス、かな。あと1時間ぐらい、1時間ちょいぐらい。頑張ろう。来た。やった。来た。でもまだいかな。おお。まだいっぽい。
あ怖い。あやっと来たけど怖い。はい、もうゆっくりやります。よいしょ。ちょっとまだあのキャッチできるまでちょっと笑え。怖い。いや不安な表情。あやっぱマダイは違いますね。全然違う。あーやばい。怖い。おお最後の最後来たね。最後で来た。やっぱり持ってんね。やっぱり持ってる。自分で言うなってね。当たりが少なかったけん。嬉しいな。いやでかい？いや結構ドラグ緩くしたんで、うん、あの本当もそんなにでかくなかったすいません。いやいやいやでかいでかいでかい絶対。やっぱ天野面白いですね。おもろいよ。そうスリリングな感じがたまらん。あ見えた。お来た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 。あやったー。おー A サイズや。やったやった。来た来た。よっしゃよっしゃ綺麗な A サイズや。綺麗綺麗。さてさてさて。B サイズ。よっしゃー。ありがとうございます。あやったー。イエーイイエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。おーすごい。よっしゃーやったぞー。最後にお味噌にしました。最後にもうね最後やけんちょっと気合をかなり入れて、はい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 、やったそれが通じましたね。綺麗な限界の素晴らしいのっこみの際、いやーやっぱライトタックルで釣りまだ面白いですね。面白いよね。たまらんスリリング。ぜひぜひね平場もあれだけど一つ天野の方もリッピー天野の方もバシバシとかけていきます。ね頑張りましょうよ。はい、はい、ありがとうございます。イエーイイエーイ。タイムピーお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後にやっぱやったね。いや最後ねいい引き味わえてよかったです。今回ミッピー久しぶりの天野だったかもしれないけど、はい、どうでした。いやあの道具がすごい進化してて、うん、すごいあの快適に釣りができたのと、はい、やっぱり天野とカブラが一個になってるんで、あの、ね、誘導天野ね、すごい便利だなって感じましたね。はいはいはい、はい、やっぱこれから、はい、あのノコミシーズンも本格的にそうですね、今から、はいはい、もう皆さんにもね、ぜひダイワの新製品を使ってもらって、うん、どんどん大きいマダイ釣ってほしいです。はい。